はい、カトサンパ始まりました。今回のカトサンパはですね、愛知県の一宮市に来ております。ここ一宮市はですね、繊維で有名で、こってくてなってきた町っていうことを聞いたので、ちょっとその町が残っているかどうか分かりませんけど、そしてですね、一宮はモーニング発祥の地らしいんですけど、今日はちょっとモーニングはしませんので、それでは今回も行きましょう。増田神社に到着しました。ここはですね、一宮市の、語源になったと言われている、神社なんですけど、尾張国の一宮っていう、指定されてた神社らしいです。確かにすごい広大な神社ですね。神社の横に、あ、これですかね。あの、食べるパワースポットっていうね、大文句のハンバーガー屋さんがあるらしいんですけど、これハンバーガーですもんね。ここかな。あ、11月10月15時までだ。ダメだ、3時だ。これすごいですよ。あの、まずね、 BGM がすっごいしょ、昭和っていうのこれなんかね、こうなんかこういう感じそしてこれ見てください。看板がさ、もうさ、フォントがすごい古いよね。なんかもう看板もうなんかめくれちゃって、室外機がもうもろ出しですけど、はい、というわけでね、ここは鬼ヶ島公園っていう公園にやってきました。なんかちょっとトラップとか仕掛けられてんのかな、このでもこれは青鬼じゃないですか。これが手なんだ、一応手。ちょっと埋められてますけど、大丈夫？桃太郎に埋められちゃったのかな。はい、ということで一宮市散歩させていただきました。歴史のある神社だったりとか、いろいろこう昔の街並みがちょっと残って、情緒ある街並みで、はい、散歩も楽しかったです。ということで次回も見てください。またね。